はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、またまた例の界隈で話題の海外のシャープペンシルゲットはい、まあ前回ですね、自分このような動画をアップしました。はい、それがこちらです。はい、まあこちらのサムネイルなんですかね。はい、まあペンテルさんのこれブラジル限定のやつになります。まあ2020年の12月7日現在はまあちょっとブラジルで販売されてるやつなんですけど、グラフギア300というのをね紹介しました。これ非常にね見た目かっこいいですよね。でね、これいろんなねペンの特徴を持ったりしてるやつになります。はい、まあ口金に関してはねグラフ線形な感じですし、このグリップに関してもそんな感じですね。でもこれあのシュタインシャープの特徴みたいなのも持ってるし、はい、中身のユニットに関してはこれまさにオレンズで、書き味に関してもオレンズみたいな感じなんですよね。でも名前に関してはグラフギアみたいになってるよみたいな、すごくあの情報量がねなんかもう多くてむちゃくちゃややこしい感じになってるんですよね。なんでこの時のね動画の前半部分は商品紹介で、後半部分にその辺のもうややこしいやつ、まあ皆さんもいろいろグラフとかグラフペンシルとかグラフギアとかグラフレットとかなんかいろいろ聞いたことあると思うんですけど、まあその辺のややこしい、まあその立ち位置みたいなのをね、まあ整理する内容みたいなのを後半部分でアップしました。はい、で今回のペンなんですけど、実はねあの同じくね、まああのこれと同じお店で買った感じになります。であのこれと同じタイミングで買ったんですよね。でも個人的にこちらの方がねすごくインパクトがあったんで、まあこちらを先に出した感じなんですけど、まあこの動画をね上げた後ですね、まあ個人的にあのメッセージとかもいただいたりとか、まあこの動画のコメント欄のとことかでもあったんですけど、はい、まあグラフロックやらないんですかとか、亀の子さんそれ買ったんですかとか、なんかいろいろ質問を受けたんですよね。はい、そうなんですよね、あの買いました。はい、ということでね、今回ですねあのグラフロックという同じくですねこのブラジルの方で限定販売されてるペンになります。これまたねいろんなねあのまたペンテルさんのペンの要素を含んだやつになりまして、後半部分の内容、はい、この動画の時の後半部分の内容と結構ちょっと被る内容があったりするんですけど、はい、まあ、この動画もすでにあの、お聞きの方はちょっとね、あの、おさらいみたいな感じにはなっちゃうんですけどね。まあ、それご了承ください。で、今回もね、同じようなスタイルで前半がその商品の紹介で、後半がそのペンの立ち位置みたいなのをまあ、紹介したいなと思います。ということでね、今回の動画も最後までぜひ聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まあ、ちょっとおさらいで横にあの今一瞬ボンって出すんですけどね、はい、あの前回のやつこちらです。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、いやかっこいいやつですよねこれ。なんでねこれ出さないのかな日本で。もうぜひ出してほしいんでね、もうこんな感じの強いメッセージをバーンとねサムネイルの方にも入れておいたんですけど、そうですよね、まあ、2020年ペンテルさん60周年、ノック式のこのシャープペンシル60周年になるんでね、まあその第今2弾まで出てるんで、まあ、第3弾でこれアナウンスかね、なんかリリースしてもいいんじゃないかなっていうぐらいすごいインパクトがあるやつなんですけどね。はい、まあ一応あのまあこれの動画の方をまあ紹介しました。結構長い動画なんですけどね、皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。いろいろねいいねとかコメントとかいただいて本当にあのハッピーです。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ関係者の方ぜひあのご覧になってたらね、これもよろしくお願いします。で今回のやつもですね、これもね結構あのまあどちらかというとまあこっちの方がまあインパクトあるかもなんですけど、今回のやつも結構シャーペンマニアに関したらおっていう風なねやつになるんですよね。はい、ということでじゃあこのサムネイルの方を置いておきまして、まあ今回紹介するペンを紹介したいなと思います。こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、ちょっと大きくしてみましょうか。表記の方を見ていきたいなと思います。はい、グラフロックになります。はい、まあ、ペンテルって表記があるんですけど、これ出されてるのがね、まあ、ブラジルのペンテルさんなんですよね。でね、ここ PG205 ってね書いてあるんですよね。はい、まあね、これがねちょっとねミソになるんですけどね、この PG っていうのがちょっと微妙なんですけど、はい、じゃあちょっとねまあこれにねすごくよく似たねペン、まあ日本で発売されてるやつを出したいなと思います。はい、こちらになります。じゃん、はい、こちらですね。はい、まあ、これね見比べてみるとですね、はい、もうボディこれそっくりなんですよね。はい、でもねこの口金の部分がねちょっと違ってますよね。
はい、そうなんです。実はですね、これあの P の 20XK っていう感じで、まあ、知られてるやつなんですよね。はい。でね、まあ、こちらご覧ください。はい。まあ、これあの逆クリップみたいなのもね、自分紹介したりしてるんですけど、こうやってあの逆クリップにも一応なったりするやつなんですよね。はい。でもまあ、これともあのボディがよく似た感じです。はい、まあ、これはキラリシャープみたいな感じでね、まあ、結構硬質の初動用みたいなに、硬質の初動用とかにこの 0.9 ミリとか太いやつが結構適してたりするんで、まあこれいかがですかみたいな感じで、これあの昔出た廃盤のやつになるんですけど、はい。まあ形としてはね、あのかなりこのボディのところは形状は似てるんですよね。なんで今回のこのペン P の 20X系の流れをまずボディで組んでます。で、このね、口金なんですけどね、はい。まあこの段々の口金といえば、はい。そうなんですよね。まあ、日本においては、まあ、知られてるやつが、まあ、こちらになります。はい。それがこちらですね。はい。はい、こちらになります。はい。まあ、口金のところをご覧ください。同じくこういうふうに段々になってるんですけど、はい。まあ、これが何になるかと言いますと、はい、こちらなんですよね。はい。まあ、グラフ1000っていうやつになります。これね、グラフ1000 4 Pro っていうこの真っ黒のやつに関しては、4 Pro っていうふうな、表記がついてます。はい、ここのところですね。はい。なんでこれ4 Pro、4 Pro って言うたりもします。で、まあ、PG、100、これまあ 0.3 ミリなんで3なんですけど、まあ、100、0.5 やと、こういうふうに5っていうふうに書いてあったりします。で、このね、CS っていうやつがね、これ、色が、まあ、ちょっとついたやつになります。はい。まあ、派手なやつになるとね、こんな感じのやつもあります。これはちょっと黒だったんであれなんですけど、はい。まあ、こんな感じの違いがあるというやつなんですよね。はい。まあ、これのね、先端の口金にこれ非常に、まあ、似てますよね。はい。ということでね、実はね、このペンなんですけど、はい、このね、PG この線ですね。はい、グラフ線と、あとはこの P の 20X系 とのちょうど狭間といいますか、これのいいところを取ったやつっていう感じになるんですよね。はい。でもですね、これ海外のね、このサイトのところの、まあ、表記とかを読んでると、なぜかですね、これ、グラフギアと P の 20X系 の流れを組んでるよみたいなね、なんかそんなね、記述がしてあるんですよね。グラフギアかな、これどうかなというところがちょっと、まあ、今回、ちょっと審議のランプがつくようなところなんですけど、というのもですね、このグラフ線とガチでバトルしてる、まあ、派閥があったりするんですよね。はい、まあ、それがね、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、グラフギア線なんですけど、これの口がね、こんな感じになってます。で、ボディの形状に関してもこれ全然似てないんですよね。はい。まあ、これもね、昔から日本で定番であるやつなんですけど、もうこの4 Pro およびこの CS 勢とかですね。はい。この辺とガチでバトってる感じになります。で、これのですね、まあ、安いバージョンというか、まあ、やつもあるんですよね。はい。まあ、それがこちらになります。はい。まあ、グラフギア、まあ、500位なんですけどね。でも、これにしてもなんか口がね、違いますし、なんかこの流れを組んでるかと言われると、どちらかというと、こっちの方の流れを組んでるような気がするんですよね。はい。しかも、ここのなんかグラフって書いてあるこのなんか文字もね、なんか、うん、こっち側のなんかグラフっぽいような感じもしますしね。はい。なんで、どちらかというと、こっちの親戚じゃねえのみたいな感じもしてね、なんか公式の表記もちょっと怪しかったりするんですよね。でね、この間ね、紹介したこれなんですけどね、これもいろんな要素がね、混じりまくってて、これもグラフギアというよりかは、どちらかというと、こっち側寄りな気がするんですけどね、もうなんかもう訳がわからないよ、みたいな感じになってて、はい、まあ、前回の動画の後半の部分に、まあ、いろいろね、その関係図みたいなのも出した感じなんですけど、今回もですね、まあ、ちょっとこの関係図の方に、まとめてみることにしたんでね、まあ、前半部分は今からちょっと紹介するんですけど、このペンの紹介について徹するんで、後半部分に、はい、その辺を確認いただければなと思います。はい。ということでですね、じゃあ今回のね、このやつについて紹介していきたいなと思います。はい。これなんですけどね、ここのクリップの部分、こうやって簡単に取ることができます。で、自分がね、よく動画とかでしてるようなね、はい、こんな感じの、はい、逆クリップにすることもできます。はい。なんかこうしてみるとね、結構こんな感じで、はい。また、これまたちょっと違った印象になってね、いいですよね。はい。まあ、ここのところを取るとね、なんかこんな感じの、はい、表記の方が見えますね。はい。なんか QI かなんか書いてありますね。はい。で、まあ、ここのところにシールがこんな感じで書いてあります。はい。PG205 の RW。で、まあ、ペンテル、グラフロックっていうふうな。
まあ、あんまりこれは自分は気にしないんですけど、まあ、気にされる方はまあこんな感じになってると思ってください。はい。じゃちょっとクリップの方戻しますね。はい。まあ、戻すとき、まあ、ちょっと広げんとダメかな。はい。でも、ま、すぐにこういうふうにスッて戻すことができます。で、溝もね、ちゃんと、入ってるんで、まあ、戻すこともそんなに、難しくないかなと思います。はい。まあ、戻した感じですね。はい。で、まあ、こんな感じの、まあ、上から見ていくんですけど、キャップはこんな感じになってます。ベンチレーションの穴は開いてないので、まあ、お子さんとかね、強引に注意してください。で、消しゴムの方はこうなってて、クリーナーピンがね、ちょっとついてないんですよね。これがちょっとあれですね。はい。で、ボディに関してはね、こんな感じになってます。はい。まあ、綺麗ですよね。はい。で、まあ、グラフロック 0.5 ペンテル PG205 というふうな表記がしてあります。で、ここはなんかペンテルってこういうふうに書いてあって、ここになんか7っていうなんか数字が入ってますね。これはちょっと何の意味かはよくわかんないです。はい。で、まあ、グリップに関してはこんな感じになります。まあ、これも賛否割れるかもですね。ちょっとまあ、ツルツルなるかなという感じなんですけど、一応まあ、溝は掘ってあるという感じになります。で、先端に関してはいい感じで、だんだん、だんだんになっててね。まあ、これ結構綺麗なだんだんになってるんじゃないかなと思います。はい。じゃ、ちょっとね、これの、書いてみたところのこの視認性とかね、書き心地みたいなのをちょっと見ていきたいなと思います。はい。まあ、こういうふうに普通にこういうふうに持ってみて、こうしてみるんですけど、はい。まあ、視認性はいいですね。はい。だんだん先っぽに、だん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 って細くなってるんですけど、結構こうやって長いんでね。はい。手元は非常によく見えるかなと思います。じゃ、紙の方をちょっと出してみるんですけど、はい。まあ、書いてみるときはこんな感じですね。はい。あ、ごめんなさい。ノックしてなかったですね。はい。はい、まあ、こんな感じになります。まあ、持つ位置は人それぞれかもしれないんですけど、はい、まあ、かなり見通しはいい感じになります。で、今回のやつはですね、前回のグラフギア300の方は、パイプがスライドした感じなんですけど、これはパイプが固定になってます。はい。なんで、まあ、がっしり、まあ、してるところはあるものの、これ、不良の落下とかね、はい、持ち運びの時はちょっと気をつける必要があるかなと思います。で、ここのね、ガイドパイプの長さに関しては4ミリになってます。なんで、製図用シャーペンの流れと同じような感じですね。はい。まあ、非常にまあ、いい感じですね。個人的には書き味の方も好きな感じになります。で、重さの重心に関しては、どのあたりにあるかと言いますと、はい、このあたりにあります。はい。まあ、いい感じの低重心ですね。はい。まあ、こっちの方が、まあ、ちょっと短い感じで、はい、まあ、低重心になってる感じです。はい。なんで、まあ、持った時も後ろにも倒れないですし、はい、前のめりな感じでね、はい、まあ、いい感じで気持ちよく書けるんじゃないかなと思います。じゃあ、ちょっとね、この口金のところをちょっと外してみますね。はい。はい。じゃあ、ちょっと拡大の方をしていきます。はい。まあね、口金のところはこんな感じになってます。はい。まあ、三つ股式の金属のやつになってますね。はい。まあ、この辺もちょっと、まあ、小さめではあるんですけど、まあ、しっかりカチ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 、ノックができる感じになってていいと思います。でね、これ、ここのところがこういうふうにボロッと中のユニットごとこういうふうに外すことができるんですよね。はい。で、実はですね、このユニットっていうのが、これ P20X系ですね。はい、それと互換の方があります。はい、なんでちょっとこれ事前に写真を撮ったやつなんですけど、ちょっと出したいなと思います。はい、こちらですね。はい。まあ、これ下の方はね、P209 になります。はい。まあ、これ中身の方をこうやってボロって取ってね、はい、この内部に入ってるユニットを見てみるんですけど、はい、もうかなり似てる感じなんですよね。なんでこれをちょっとチェンジしてみようということでね、これチェンジしてみるとですね、はい。まあ、こんな感じでね、なんとですね、うまくいった感じなんですよね。はい。なんで、まあ、これで神経を変えることができます。はい。でもね、この口金に関してはね、これ、まあ、今回これ 0.9 でこれ 0.5 なんで、先っぽだけ変えるっていうことはちょっとできないですね。はい。まあ、ちゃんと合う神経同士だったら、まあ、できるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで、入れ替えすることも可能なんで、はい。まあ、これは結構、いい、まあ、この、先っぽのこの口金パーツだけでも打ってくれたらいいかなっていう感じのやつですよね。はい。というようなね、感じに大体なります。じゃあちょっと重さの方もね、測ってみましょうか。はい。あ、ちょっとゼロにしますね。はい。じゃあこれゼロにした状態でね、はい、これを測ってみたいなと思います。
はい、重さはですね 9.5 なんですよね。はい、割と軽い感じになります。でもですね、この P の 20X 系ですね、まあ、これと比べてみると、まあ、9.5 に対して、まあ、こっち 9.1 になります。なんで、まあ、この口金のこの重さですね、はい、まあ、この分の重さが 0.4mm ほど、4g ほど差があるかなという感じになります。なんで、若干こっちの方が、まあ、これに関しては重い感じになるんですよね。はい、でもですね、かなり軽い部類に入ると思います。まあ、例えばこれ、グラフペンシルですね、この PG5 なんですけど、これが 9.8 ぐらいになるんで、まあそうですね、これも結構軽いんですけど、まあこんな感じですね。で、あとはスマッシュ、そうですね、スマッシュはどれぐらいかな、はい、スマッシュは10何歩だったと思うんですけど、はい、10何歩ですね。なんで、まあ重さ的にはまあこういう感じになっていく感じですね。はい、まあ、でもかなり10g を切る軽い感じのまあシャープペンシルにまあなるっていう感じなんですけど、しっかり先っぽの方はグラフ線の流れを組んでて、ボディの方は P の 20X 系を組んでるという、はい、まあそういう風なまあグラフロックっていうやつになります。はい、じゃあね、今からがですね、後半部分に入っていきたいなと思います。このペンの立ち位置みたいなのをね、はい、確認していきます。ということでね、前回の図をね、ちょっとまずチラッと出します。はい、それがこちらになります。はい、こちらですね。これがグラフギア300の、まあ、立ち位置になります。はい、まあ、グラフギアについて、まあ、より詳しく知りたい方は、まあ、前回の動画の方、はい、まあ、こちらなんですかね、ご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、で、まあ、前回の、そのグラフギア300の動画で、はい、後半部分で出したのが、まあ、こちらのやつなんですけど、これにね、ちょこっと書き出して、まあ、この辺をちょっと書き換えたやつになるんですけど、まあ、それを今から出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、まあ、ここのところ、まあ、今回グラフロックになるんで、まあ、グラフロック版っていう感じで、はい、まあ、今回ね、書き加えたところが実はここになるんですよね。はい、まあ、今回のやつがですね、まあ、ちょっとグラフっていう名前がついてるんで、まあ、本当はこっちかもしれないんですけど、あまりにも見た目とかボディ的には、まあ、こっちの方が根強いんで、まあ、ここら辺に位置づけました。ただ、口金に関しては非常にこのグラフ線と近いんで、こういう風な感じで、まあ、関連性っていう感じで、こういう風にしてます。はい、で、まあ、前回のこのグラフギア300に関してはオレンズのね、この内部ユニットの流れが非常に強かったりするんで、ここを太線にした感じで、はい、で、まあ、口金のところはこっちに似てて、そんでちょっとシュタインシャープのグリップに似てるよみたいな感じで、まあ、ここのところにね、まあ、薄くこういう風に線を引いたような感じなんですよね。はい、まあ、こんな感じでね、結構ね、今回のブラジルのモデルってね、結構この枠がこういう風にあるんですけど、その垣根をちょっと超えてくるかなみたいなね、はい、まあ、こういう風なモデルになるのが、まあ、特徴になります。はい、ということでね、まあ、ちょっとね、全体をさらっと、まあ、まあ、紹介しながら、まあ、うん、それを終えて、まあ、今回の動画を終わりにしたいなと思うんですけど、はい、まずはですね、2020年、ペンテルさんが、ノック式シャープペンシルの60周年なんですよね。はい、まあ、昔、元祖のペンとかがいろいろありました。まあ、その頃はまだ、ペンテルさんが大日本文具時代ですね。なんで、まあ、ペンテルの表記も大文字の時代なんですけど、はい、まあ、いろいろペンが出る中で、この初代グラフペンシルっていうやつが生まれました。はい、これがね、非常に名作で、まあ、人気だったんですよね。で、まあ、その流れを組んでできたのが、このグラフペンシル PGX 系っていうやつになります。はい、じゃあこれをですね、出したいなと思います。はい、これらになります。じゃん。はい、まあ、よく SNS とかでね、 PG7 とか PG4 とかね、はい、なんかいろいろ PG5 とか PG2 とか、なんかいろいろこういうので集められている方いらっしゃると思います。まあ、緑になったやつとか、まあ、ここが黒になったやつとか、まあ、いろいろあったりするんですけど、はい、まあ、今に至るのはこの PG5 ですね。これがまあ大人の事情かなんかで、まあ、今でも残り続けてるっていうやつなんですけど、はい、これが昔からまああるやつで、これが非常に名作な感じなんですよね。はい、でね、これのですね、0.3mm のやつでね、この先端のところがキャップがついてるやつがあるんですよね。はい、まあ、それがですね、こちらになります。じゃん。はい、こちらのね、PMG っていうやつなんですよね。はい、これ非常に形が似てるんですけど、これはですね、一応メカニカグラフっていうやつで、まあ、このグラフペンシルとはちょっとまあ親戚みたいな関係であるやつなんですよね。はい、まあ、ここのキャップがついてて、これ後ろにポストできる感じでね、はい、これ非常に便利ですし、これいいんですよね。はい、で、まあ、これこそが至高って言ってる方もね、中にはいる感じの、まあ、廃盤でも人気のやつになります。でね、まあ、これらのね、ちょっと親玉みたいな存在としてあるのが、はい、こちらです。
はい、これがメカニカっていうやつなんですよね。これ世界初の 0.3 ミリの製図用シャーペンという感じで、まあ、知られてる。まあ、そういうふうな、すごい、冠もあるし、しかもこの先端をご覧ください。まあ、こんな感じで、はい。なんか、ひねると先端がこうやって出てきたり、しまえたりするっていうふうな、こういうふうなギミックまでついてるっていうのでね、まあ、これ非常に面白かったりするんで、まあ、これかなり、人気の、まあ、ハイエンドの、まあ、シャーペンになる感じなんですよね。はい。で、まあ、これらが結構ガチの昔の、まあ、ペンテルさんの製図系として、まあ、すごい、地位を確立してたやつになります。まあ、これの亜種みたいなんとかね、なんか、結構、派生みたいなのもあったりもします。まあ、この PG5 に非常に似たやつの、このグラフ2っていうやつがあったりとかね。まあ、他にもなんか、形は似てるんだけど、ちょっとここがローレットになってるよとか、なんか色がちょっとちゃうよみたいなやつが、なんか、いろいろそういうのが、まあ、その他のところにこういう風にまとめられてる感じになります。はい。で、まあ、PG のね、これの、まあ、形、まあ、ちょっと結構似てると思うんですよね。今回の、まあ、グラフロックとかも。はい。まあ、これが、P の 20X 系みたいな感じですね。で、まあ、今回のグラフロック系なんですけど、はい。なんとなく、この、まあ、一緒じゃないんですけど、なんかこの先端に至る、なんかこの辺のボディ的な要素ですね。はい。はい、なんかこの辺がちょっと似てるなっていう感じなんで、まあ、この辺の、まあ、どちらかというと部類に入るかなっていう感じです。で、このね、P の 20X 系なんですけど、これが結構ね、海外の方で人気だったりするんですよね。まあ、日本よりも海外で結構コレクターが多いかなっていう感じになったりします。はい。というのはね、まあ、こういうふうな、まあ、元祖のすごい先輩がいて、まあ、そこから、やっぱり、新しくしていこうという感じで、まあ、1980年代あたりにね、はい、まあ、使命を帯びて、これの次世代のなんか製図用シャーペンどうしようかな、みたいなことになって、まあ、誕生したのが、このグラフ1000っていうやつになるんですよね。はい。まあ、それが、先ほど出したやつなんですけど、はい、これらですね。はい、これらになります。まあ、ここのところが金属になってて、ここはシリコンゴムになってるんですけど、これまあどういったいかな。はい、まあ、四角形のちょっと R がすごくついたようなやつなんですけど、まあ、これが特徴的なやつになります。これね、金属とこのラバーみたいなの組み合わせみたいな、まあ、これがね、うん、これもちょっとね、いろいろどう読んだらいいんかみたいなんで、これまたちょっといろいろ問題があったりするんですけど、これを F3 機構というか、フィンガーフィッツファインディーと呼ぶのか、S フリーというか、なんかいろいろそういうふうな、なんて呼ぶのかっていうのがね、これまたいろいろ定かではなかったり、なんかいろいろごっちゃになってるところだったりするんですよね。はい。というふうなね、こういうふうな、金属プラスシリコンゴムみたいな、まあこういうふうなやつが出た感じです。で、これの対抗馬と言いますかね、なんか、派生みたいな感じで出てきたやつが、まあこれとかなりガチで今でもバトられてる、はい、このグラフギア1000っていうやつなんですよね。はい。まあダブルノック式になってて、ここのところのクリップもこうやってしっかりしてるんですけど、ここなんですよね。金属のローレットでこれ丸くこういうふうに抜いてある、こういうふうなシリコンゴムが来てるやつ。これがね、結構見た目で賛否が割れたりするとこなんですけど、まあ個人的にはまあ特徴的でいいかなと思うんですけど、これがなんか気に入らないよっていう方とか、なんかこれと比べるとこっちの方がいいよみたいな感じで、結構この辺がまあバトられてるところなんですよね。なんでこういう風に分けた感じになります。で、まあ、これのね、まあ、いろいろ、まあ、シリーズがあるんですけど、はい、このグラフ500っていうやつですね。はい、まあ、それがね、こちらかな。はい。まあ、こちらになるんですよね。はい。まあ、この2つが、まあ、今現在、まあ、日本で、まあ、ベーシックで、ペンテルさんが出されてるやつなんですけど、なんかね、ペンテルさん、海外がやっぱり強くて、まあ、海外限定モデルがあったりとか、あとはその逆輸入みたいなのも、まあ、日本で見かけたりするんですけど、はい、このね、グラフギア800っていうやつがね、これ、日本では違う型番の名前がこういう風にね、ついてるんですよね。P の、はい。P の365ってこういう風に書いてある、これ、やつなんですよね。まあ、ここのところがこうなってて、まあ、このシリーズに似てるんですけど、これ実はですね、全く同じ形で、海外ではこれ、グラフギア800っていう名前がついて売られてたりするんですよね。うん、この辺どうかなっていうところなんですけど、はい。まあ、それがこの辺に、まあ、あるような感じになります。まあ、グラフギア、これは、500はこの辺かな。でね、まあ、前回紹介したこのグラフギア300、これはもういろんなところと、まあ、まあ、似たりとか要素を取ってきてるやつなんですけど、まあ、こんな感じです。なんで、もうこの辺のもう、なんか、垣根っていうのもすごいカオスなことになってきてるんですけどね。はい。で、まあ、ここのところに、まあ、オレンズシリーズがある感じになります。はい。まあ、これが、まあ、オレンズですね。まあ、これは比較的最近出てきたやつです。はい。まあ、昔のこういう風な、製図用のガチの、はい、先輩方がこういう風にいて、まあ、そこからこのグラフギアとか、まあ、グラフ線とかですね。まあ、これらがいて、まあ、その次の世代が、まあ、
ここか、もしくはこのスマッシュがまたね、ちょっといろいろ復活してきてるかなというところで、まあ今後どうなっていくかわかんないんですけど、もうね、製図ってもう手で書く時代が終わってるんですよね。もうパソコンでやる時代とかになってきたんで、うん、コード表示窓の意味はどうだろうかとかね、なんかちょっとペンのあり方みたいなのがちょっと変わってきたところがあります。まあ、この、まあ、オレンズのこの特徴としては 0.2 ミリの神経をかなりボンって出しているところがまあ特徴的ですね。まあ、昔から 0.2 ミリってあったんですけど、かなり実用的にバーって出してきたにまあ成功したまあやつがまあオレンズと言えるんじゃないかなと思います。で、特にですね、これのオレンズのハイエンド版のオレンズネロっていうやつがあります。はい、まあ、それがこちらになります。まあ、これ 0.2 と 0.3 があって、はい、そんで最近になってね、この 0.5 っていうやつがこれ出てきて、はい。まあ、どうかなっていうところで、まあ、いろいろね、自分も動画とかにしてるやつなんですけど、はい、これがね、自動シンクリ出しの機能がついてるやつなんですよね。はい。まあ、この自動シンクリ出しをはじめ、なんかいろいろ、なんか面白い超絶技巧系の、なんか、機能を搭載しているのがこのテクノ兄弟系なんですけど、はい、これとのつながりがこのオレンズネロに関してはちょっとあるかなっていう感じになります。はい。で、まあ他にこれシュタインシャープとか、まあこのくるっとなんか巻いてある感じのグリップのやつですね。はい。まあこういうのがまああったりとか、まあ他にもね、いろいろサイドノック式のやつが、はい。まあこれテクニカっていうやつです。さっき出したのはメカニカなんですけど、テクニカっていうやつがここら辺にあったりとか、あとはですね、まあグラフのこれ線を出したんですけど、はい。まあこれの600っていうまあ下のモデルもあったりします。はい。まあこれ結構綺麗なこれオレンジのカラーなんですけど、他にも綺麗なカラーリングのやつがあります。あとはね、グラフレッドっていうね、はい。まあこういう風なやつもあります。これもね、ここのところがクロスローレットになっててね、はい。縦横のローレットになってて、このコード表示窓のところはこれが一体になってるっていうのはこれも特徴的なやつになります。これちなみに逆クリップみたいなのも自分動画で紹介してて、はい、このクリップこれをまあ取ったようなやつでね、まあ、こんな感じでまあ遊ぶこともできるよっていうやつになったりします。でね、まあ、この辺がこれグラフレッドっていうんですけど、このレッドの流れみたいなのは、まあ、実は昔シャープレッドっていうやつがありましてね、はい、まあ、それがこんなやつになったりします。はい、これはシャープレッド2っていうやつなんですけど、はい。見えるかな？はい。まあ、シャープレッド2って書いてあるんですけど、このシャープレッド系っていうのは、なんかこういう風な変わったやつとかもあったりするんですよね。はい。ここがなんかビヨンビヨンってこういう風になってるな。まあ、こんなやつもあったりね、なんかちょっと形はいろいろ違ったりしてカオスになってくるんで、まあ、またこれはまた別の種族かな、みたいな感じになったりします。はい。でね、このね、グラフ線形ですね。はい。まあ、こちらのグラフ線形、これをまあ開発した時に、これはベテランがこういう風に引き継いで開発したんですけど、まあ若手のチームもその時一緒に頑張ってできたやつが実はこのスマッシュになります。はい。まあこのスマッシュに関してはもう皆さんもご存知だったりも持ってるよっていう方も多いかもしれないんですけど、まあこんな感じのやつですね。はい。まあ、これも金属に今シリコンゴムがこんな四角な感じでプチプチにこういう風に入ってるやつです。はい。まあ、これもね、店舗限定とかね、まあ、韓国限定とか、もう各国限定みたいな、なんかいろいろそういうのがあったりするやつになります。はい。まあ、これがこの辺の流れになってて、で、まあ、これの後継機みたいな感じであるのが、この XS になる感じなんですよね。はい。ただ、これはね、ちょっとまあ、あんまり評判がよろしくなくてですね。まあ、廃盤になっちゃったっていうやつなんですけど、まあ、今に至るのは、このスマッシュが人気がずっと続いてるっていう感じになります。はい。という感じでね、こういうふうにバーってやったんですけど、今回のね、グラフロックですね。はい。まあ、これに関しては、そうですね。まあ、これなんですけど、やっぱりね、こっち側のちょっと流れを持ってるなと思います。グラフ系の流れがやっぱ強いですね。この先端のところですね。はい。まあ、口金がまあ特に決め手になるんですけど、はい。まあ、ここと近いんですけど、でもね、海外のね、この、なんか最近このごちゃごちゃになってきた中で、このグラフ300とかね、なんかこの辺、まあ、これ、グラフギア系なんですけど、口金がね、この、グラフ系の流れを組んでたりもするんでね。うん。なんかね、この辺のやっぱ関係が結構ごちゃごちゃになってきてるかなという感じがしたりすると思います。はい。ということでね、じゃあちょっとこれ、横にのけてね。はい。はい。
まあ、ちょっとね、スッキリした状態でね、まあ、ちょっと見ていきたいんですけど、はい、まあ、こっちカーとね、まあ、関係性が持ててて、まあ、ボディとしては、まあ、こっちカーですよ、みたいなのがね、はい、今回分かったかなと思います。まあ、他にもね、ここに書いてないようなね、まあ、面白いペンとかもあったりするんですけど、はい、まあ、結構ね、こうやって見てみるとね、まあ、このペンの立ち位置とか、まあ、似てるのが、まあ、分かったんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ、単純にね、まあ、今回のやつ、まあ、いろいろ気になったりするところはあるもののね、結構個人的には、まあ、好きなペンでしたね。でね、今現在、2020年の12月7日現在ですね。はい、ちょっと、まあ、文土器さんの方で自分買ったんですけど、在庫の方どうかなって確認してみたんですけど、そうですね、0.3mm がまだちょっと、はい、あるかな。他のやつに関してはね、ちょっと残念ながら、売り切れちゃってて、うん、次回いつ入ってくるかはちょっとね、わかんなかったりするんですけど、はい、ぜひ皆さんね、これ、気になった方はね、なくならないうちに、今ならね、ちょっと 0.3mm まだ間に合うかもしれないんで、まあ、確保していただけたらなと思います。これね、真剣によってね、ここの印刷の色合いが違うんですよね。0.3mm がここのところが茶色になってます。で、これ 0.5 なんですけど、これはこういう風に白になってる感じです。で、0.7mm が水色になってて、0.9mm がこれ黄緑の色になってる感じです。はい。まあ、詳しくはね、下の概要欄のところに貼ってる文土器さんのその、ね、サイトのところで色とか、まあ、そういうのを確認していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ、今回はですね、はい、まあ、このグラフロックのね、紹介でした。はい。まあ、個人的には結構好きなね、やつになります。ということでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったっていう方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。